ライトアップ2020 YouTube 配信です。雨降ってきちゃいましたが強引にやります。まあちょっとしか降ってないですけどね。やりましょうか。遊戯屋の方にやっていただくというミッションを。ミッションを、はい、やってもらいましょう。やってもらいましょう。ちょっと待ってください。配信中ですね。YouTube ですね。ライトアップで動いてるじゃないですか。そう。ちょっと待ってください。なんだ。もう終わったよ。それさっきやったやつです。配信終わります。じゃあその後も。手の上、ゆうやさんやる前に。はい。その前に、遊戯屋さん。え、どこにですか？博士が出てきた。あ、博士。コタ君。
何見つくろいしてるスタイリストさんはどうですか。これをね逆逆その逆仲良くしろよ仲良くしろよ。そこ映んないんだけどこっち来てくれると。これは博士流して大丈夫でしょ。じゃあ配信始めます。はい、一毛さんそこ影になってんだけど。何何の話はい、どうぞ。見ざる。さっきまでちょっと雨が降ってましたが、やんだようです。やんだようです。とりあえず、雨が降ってたら僕たちは出れません。おいらたちのおかげだね。よかったよ。え、そうなの？おいらたちのおかげだ。そうなの？まあ、多分。低いよ。しょうがないだろ。ちっちゃいから。ちょっと低めに設定。いやーでも紫本当に綺麗だね。綺麗だね。今回は初めて紫一色でやったみたいです。一色、うん、まあ、ね、いろんな紫でそう紫にもねいろいろありますから。例えば赤紫、青紫、薄い紫、飲み屋の紫、寿司屋の紫、そんなのあるんだ。まあ寿司の紫、しぶだにの紫、居酒屋の紫、ああ、寿司屋だ。もうなくなっちゃった。もうなくなっちゃった。え？あ、なんか照明が明るい明るい。ちょっと僕ら日陰の人生を送ってきた。もう暑すぎる。今のノリが今日は良くないな。それよりもね、お寺のライトアップ見てもらう。はい、そうライトアップ。後頭部しか知らない。主役ね、お寺だから。ね、バルカの出てくるイベントですね。これ1回目ですか。16回目です。おお、即答。ちゃんと資料あるから見とくよ。そうか。今はちょっとね。いやもう夜がね、だんだん暗くなっていくので、皆さんも夜に出てくるね。ね。うん、僕は夜からないんですけれど、あちょっと僕たちの様子見ながら。からもね、ダークしてて。じゃあ横に行きましょうか。移動になりなんとかカメラに映るんだ。ちょっとコード気をつけてコードがあるから気をつけてよしコードスタッフがよいしょ、なんとか横から見た感じです。とても綺麗です。よいしょ一回設定いきます。腕が辛い。大丈夫です。ね、この斜めから見るのはどうですよね。またね、ちょっと違って。うん、いい感じだと思います。趣が。うん、趣。ね、こことは対照的にそこにはね、墓石がありますからね。うん、お寺ですか。お寺ですか。ちょっと怖いですね。ところで、君はさっき。お寺さんなのに手パンパンとかって言ってたじゃませんでしたか。ダメだね。ダメ。ダメじゃないの。かしわで。え？かしわで。お寺さんは叩きませんよ。パンパンは。え？そう。そうでしょ。そうだったのか。勉強になりましたね。勉強になりました。はい。で？だから横から見たお寺のね。はい。そう。
こっちの青っぽい紫と向こうのね赤紫とまたイントネーションがねイントネーションそっちもねグラデーショングラデーション言ってよもう喧嘩しね喧嘩しねグラデーション学級文化グラデーショングラデーションね、ね、うん、はいあのどうやってまとめたらいいそういえば桜島が噴火しましたね。ああ、そうです、ね。そうですね。浅間山ももう噴火しますね。ああ、そうですね。そうですね。博士はって研究はしないんですか？え、あの宝物がない限りは行きません。危ないところは行きません。いや。中にはね、金ピカなのがいっぱいあったよ。え、ね、金ピカの。金ピカの。あの、こう、こういう、天井から下がったやつとか。ああ。お寺で叩くやつとか。だんだん、アヒルの体勢が辛くなってきてますか。大丈夫。大丈夫。アヒルというよりもね、そう、もうちょっと低くしましょうか。いやいやいや、はい、いいですよ。低くしますよ。大丈夫ですよ。え、そんなに下げたら、だから、俺、映ってるやん、すでに顔。そうそう、映ってる、映ってる。お前、下がるなよ。上がれよ。あ、そうですか、映ってないよ。だって、主役はお寺だから。ね？あ、俺だけマフラー隠れてる。スカーフ、パン。博士、締めお願いします。ほら、だらだらやってみるか。締め！というわけで、16回目のライトアップ2020でした。はい。また次の機会にお会いしましょう。しましょう。ガブー。何でキスするの？なんだよ。ぐだぐだ。よかった、雨が。そうそう、雨が降ったら。